薪が残ってないんだった。ちょっと探してくるから、二人はここにいて。遅くなっちゃってごめんね。あんまりいい気がなくて、でもいくつかは見つけたから。なんだか膝がガクガクしてるわ。あ、ありがとう。でも夕飯を作る前に少しだけ座って休ませて。これまでもいろんな人にこの話をしてきたけど、みんな反応が面白いのよね。さてと、今夜はそろそろお開きにしましょうか。それとも相馬は外で寝たいの？ほーら、いいから入りなさい。あなたも自分の荷物をまとめちゃいなさい。もうそろそろ帰るわよ。あなただって嬉しいでしょ。まだ一緒にいられるの。